毎年お彼岸には奈良県生駒山の宝山寺で満灯会が行われ、多くの参拝者でにぎわいます。宝山寺へは近鉄鳥居前駅からケーブルカーで中腹の宝山寺駅まで行きます。宝山寺までは行燈の並ぶ石段の参道を登っていきます。途中に抹茶の無料接待があります。宝山寺は生駒の聖天さんと呼ばれ、真言立宗大本山のお寺です。1678年三海立志によって開かれました。本堂には本尊の不動明王が祀られています。また拝殿の奥には大聖換気天を祀っています。逆殿では三曲演奏の奉納がされています。本堂のほか三千数体の石仏が並ぶ参道、そして般若窟の弥勒菩薩に灯明が灯され、午後5時から本殿前で満灯会の法要が行われます。お彼岸の満灯会は、天地の恩、国の恩、死の恩、父母の恩の4つの恩に感謝を捧げ、先祖の供養と家内の安全を祈願するものです。終わると続いてお練り法要が始まります。僧侶に続いて手持ちの灯明を持った参拝者が奥の院まで三灯のお練りをします。700基の灯籠と
1万本のろうそくに明かりが灯り、幻想的な雰囲気に包まれます。庭に浮かぶ参道のお地蔵さん、そして石段に奉納された絵や書の描かれた安頓の明かりは、とても印象的なお彼岸の夜でした。